沖縄県名護市にいます。名護の、ラーメン屋58号線沿いになる、ね、ラーメン屋に入るところです。ラーメンダンボということで九州ラーメンの総選挙第1位受賞したところですね。今から、入ります。ダンボ、ね、で今日ちょっと雨降ってるんですけども、ね、この話です。まあ多分俺好みのラーメンだなと思いますけど、でこんな感じで、豚骨ラーメンを頼んでみました。高菜は、まあ、豚骨ラーメン屋って結構その入れ放題だったりするので高菜も基本的にですね、食べるところです。麺の硬さはバリ硬ということで、結構2番目に硬いやつです。まあ実際食べてみてね、まあさすがチェーン展開できるだけの、まあ、美味しさかなって感じはしました。なかなか美味しかったです。福岡に本店があるみたいなんですけど、まあ、海外にも進出して、まあ、日本全国 FC 展開してるようですけどね、まあ、今回自分は初めて利用しました。で、買い玉ということで、まあ、せっかくなので、少なかったので買い玉をしてですね、もう一回行きました。で、食べてきました。まあ、福岡に本店があるってことで、ね、知らなかったんですけど、ね、まあ、静岡市のあるって書いてびっくりしましたけど、結構手広くチェーン展開してるみたいです。海外なんかも進出してね、最近ラーメン人気ですからね、海外行った時ラーメンの、まあ、報告してると思うんですけど、まあ、こんな感じです。味も全然良かったです。